だから我慢できな我慢できんだけど、でもやっぱり、ちょっやとらずにやらないとイライラが止まらなくなっちゃう。おめえ、セックス依存症だぞ。いや、そうでもない。違うよではなく、そうでもないって。性的な思考や行動をしている時の方がリラックスできる。まあ、それはあります。リラックス。じゃあ、1個。セックスや性的刺激によって物事の優先順位がしばしば逆転する。それをしないと、やっぱ行動動けない。ああ、なるほどね。じゃあ、それもかな。女タイガー・ウッズね。うるさい。なんだそれ。女タイガーでいいじゃないですか。女タイガー。女タイガーいいね。タイガー。タイガーでいいよ。タイガー。タイガーはかっこいいですね。確かに。らしくて。よろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。なんか最近性欲すぎんけど、いつからあんな激しいんかい。あれは激しいってのか、そんな激しくなったってのはこれが悪いんだ。これまーさんが、まーちゃんの死だ。まーちゃんがあんなことしたから。俺やってないよ。やったっておめえ、あんなこと。あんなことしなければ私あんなになんなかったんだ。一旦ちょっと話聞きます。一旦座りましょう、座りましょう。あ、木さん座ってください、どうぞ。あ、まーさんきっかけでなんかスイッチがガチャって入っちゃったってことか。そう、要するにそういう感じ。なんだろう。なめた。気使えなければ、きっちりか。なめた。舐めたのか。違う、上に乗っかったから。上に乗っかってこれやったの。これその時のがすごくて、はい、ハマっちゃった。あ、そうです。そんなにハマったって。どんな技を使ったんですか、これ。これだから上に乗っかってこれお尻やってしょ、バンバンバン。ああ、あれは俺が上乗っかってこういう感じですね。それでほらベッドがもうやばいから、すごい弾むんですよ。ベッドのそのバネみたいなすごく。そうです、バネ。はい。で、その激しさがイラったんだと思うんですよね。あ、そうなんですか。そうだね。それではなくて、要するにばあちゃんのこれ腰の力、ババア上のっけて、見たくないけど、こういう感じですね。こうやってやってババアのっけて、腰ちょっとそれ。あばー、60歳のおじいちゃんが腰振るとこ見たくねえな。おめえ、セックス依存症だぞ。いや、そうでもない。違うよではなく、そうでもないって。別にいいんじゃないですか。セックス、いわゆるタイガー・ウッズとか。別に悪いことじゃないですか。異常性の節に切れませんね。でもいろんな人って依存するものがあるから、岩川さんもある意味依存症じゃないですか。いろんなもので、いろんなものでってタバコとかもそうだし、ゲームもやってみたか。タバコ、ゲーム、酒、女、全部友達ですよ。生命力強いからね。なんかタイガーウッズとかも仕事ではすごい結果出すし、絶対岩川さん、ここで絶対、ここ絶対ゲームは絶対やらない、絶対やらせないって。それだ、絶対にやるけど、絶対覗くから嫌だ。覗くか。いや、セッさんが。そう、セッさんの覗くんじゃねえか。泊まりに来てる。僕が泊まりに来てる時も、エッチするつもりなんですか。わかりません、それは。可能性ありますよね、それはね。仲いいんだから。あります。いや、それ、セックス依存症だぞ。知らない。多分そうですね。そんなに生命力強いってことだから、いいことですからね。でも、前、ね、柏いい時、泊まってください、泊まってくださいって。言ってたけど、あの時ね、止めてる間にエッチしたい気持ちだったらどうしようとかなかった。いや、あの時は別に気にしてなかったもん。別にそんなやるとそんなのなかったもん。やってないみたいな。柏いう時はそこまでエッチしなかったの。そう、しない。東京に引っ越してから、セックス依存症になったっていう。まだいかないけど、なんで東京来てからそんな性欲なしですか。なんだろう、言ってみろ。病気か。いや、そういうんじゃなくて、やっぱり栄養かな。
栄養。ああ。ほら、市長さんから肉とか、うん、そういうのを。確かにいいように。いや、でもそれも最近の話。だから依存症なんか、依存症だったらかなり数字持ってるの。うん、依存症っていうのは。それは分からない、まあ、依存症だから自分で覚えて分かんないもん。あ、その例えば依存症の人の症状ってどういうのがあるんだろう。俺ちょっと調べてみれば。でもこれで例えば調べてそれが菊さんが当てはまったとしたら落ち着かせる方法見つかったらめっちゃ楽ですよね。そうですね、うん、ストレスがほら減るわけじゃない、そういう部分での。だから我慢できな我慢できんだけど、でもやっぱり、うん、やるときにやらないとイライラが止まらなくなっちゃう。ああ。ちょっと嫌じゃん、ね、そうそう、嫌ですよ。大変だな、うん、だからこれ岩川さん買ってもらってってなっちゃうんだ。あなたの性的な思考や行動に関して誰かの助けが必要だと感じる、うん、それエッチな気持ちになった時にもうだ誰か助けてっていうか、そういうことしたいと。いや、そういうことはない。それはない、うん、性的な思考や行動をしている時の方がリラックスできる、まあ、うん、それはあります。リラックス、じゃあ1個、うん、セックスや性的刺激によって物事の優先順位がしばしば逆転する。本当はやらないといけないことあるんだけど、もうしたいから、うん、それをしないとやっぱ行動を動けない。あ、なるほどね。じゃあそれもかな。自分自身の性的な思考や行動で制限したいと感じることがある。エッチしたいから、お、これもさっきも言ってますけどね、行動、あの、なんかしたいことを我慢するのか、うん、あのもしかしてそのことでしょ、うん、じゃあこれもそうですかね。そうだね、うん、不安や孤独を和らげるために、セット持ち、それはかもしれない。あ、うん、セットの後罪悪感や自責の念を抱いて落ち込む。いや、そういうことはないです、うん、ない。性的行動に時間を取られ、家族や身近な人をおろそかにしている。時間はそれはあるわ、それはあるかもしれない。あるで、周りに人も全然いなくなっているもん。まあ関係ない、そんなの、そんな意味じゃねえよ。みんな雨が悪いんだよ。ね、岩川さんあれですからね、うん、次から次へと性的関係を持つ相手を変えている。いや、そんなことはないです。今はそんなことないですね、うん、性的行動を隠すため嘘をつくことがよくある。でもこれみんなじゃない、嘘つく、どうでしょうね、うん、あのだから本当はしてるけどしてませんよって言っちゃったりとか周りに、うん、ああそういうのはあるかもしれない。そうですね、青森の時もありました。でも、ね、これは大体の人が、まあまあね、全部で、10個か、10分の6でしたかね、うん、10分の6、じゃあ5割以上、6割。これ動画見てる人でもキクさんと同じ症状の人もしかしたらいる可能性があって、治し方っていうのかな、うん、なんかいい方法もしかしたらコメントもらえたらいいですね。そうだね、うん、もしそういう人いたらぜひ、うん、こうすると気持ち落ち着きますよとか、うん、まあ何でもいいけど、病気って数字持ってるから、俺も糖尿病だったら糖尿病を動画にするし、今 ADHD だから ADHD やるし、患者の数だけ視聴者になるって考えたらね、使った方がいいでしょ。女タイガーウッズで、うるさい、なんだそれ。まあまあ、本当トッププレイヤーですから、もうゴルフのかっこいいじゃねえかよ、うん、知ってる？タイガーっつって、あのゴルフのでしょ？ゴルフの、それの女性版。かっこいいじゃん。うん、タイガーウッズって岩川さんが街で呼んだら、うん、めっちゃゴルフ上手いなあの人。こんなタイガーウッズって。女タイガーでいいじゃないですか。女タイガーいいね。うん、タイガー。うん、タイガーでいいよ。タイガーかっこいいですね。確かに。トラ式だから。ああ、いいですね。じゃあもうタイガーになりました。だからそのえ聞く AKA タイガーみたいなラッパーとかでそうそう。そのやらがね、ストレス、うん、溜まっちゃうね。ああ、やれないみたいな。いや、そういうの溜まるとかそんなのないけど、あ、まあ、ただ喧嘩が増えちゃうのやつ、ね、まあちゃんとちょっとやっとしちゃうとね、うん、まあまあ多少はみんなありますよ、それも、うん、動物じゃねえか。動物じゃねえよ、パパか、お前タイガーだもん。動物じゃねえか、タイガーも。
動画見てて、なんでこんなに菊さんをこれ求めるんだろうとか、そうほら、そういう声もあったじゃないですか。はいはい、謎が逆に解けましたね。うん、まあそうですね、うん。仕方ないことだったんだって。そうそう、それをしないと自分がイライラしちゃうんですよ、ね。うん。それはしょうがないですよね。迷惑病だな。うるせえバカ。愛がない。身の目のせいだ。ね、迷惑病は岩川さんです。迷惑病。はい、発達障害に参るね。おめえもだよ。じゃあ発達障害は岩川さんって方でいいですか。発達障害岩川さん、はい、だそうです。岩川さん、岩川のバカ。今度イベントでやるときあったら僕紹介していきますよ。あ、僕発達障害岩川。紹介するときオンセックス依存症キー君。あ、いいじゃないですか。それでいきましょう。じゃあ担当ができましたね。発達障害の度合いにしても、はい、おめえの方が重いだろ。俺もやだね。もう今エッチするしないとか話す時間ないで、今日はもうやらないって言ったけど、僕は来る前にやってるんですよ。それやってるよ。やってるね。いや、いいことですよ、ね。うん、今までで僕らが来る前にやって、僕らが帰った後にやったっていうこともあるんですか。あります。2回ぐらい。ああ、サンドイッチです。サンドイッチで始まってすぐ、うん、そこチャンネル3回やったんじゃないかな。3回、うん、はうん、3回やったっけ。やったよ。そっか、まーちゃんがうるさくて私やりたくねえのに。俺じゃねえよ、目立ってばっか。お前ちゃんのもう目立ってばっかよ。どっちでもいいや。多分岩川さんの方が依存症強いと思います、俺思うんですけど。いろんな面で。我慢したらすぐイライラするもんね。そう。まあ、うん、キクさんよりイライラする気するな、俺。そんなことないでしょ。いや、動画で自分のこと見てみな。すぐ指グワって噛んでるから。何で指噛んでる。いや、最近増えてきてるもんね、ちょっとしたことでも。何でって言われてもなんか。うん、それで見る目変わるとかないですから、全然。でも自分ではそう思ってないけどね。まあまあ、ね、体がそう言っちゃうんですね。うん、まあ、それは正直な反応じゃないですかね。体がそうなっちゃうっていうのが。そうそう、無理っすよね。なんか良くないから。それを隠すことの方がストレスになっちゃう可能性もあるし。うん、かだから言うんだよね。まあ、そのじゃあ構えないか、じゃあうん、岩川さんと一緒にやるよって。そうしたらすごい。じゃあ私から飛び降りて死ぬから。あと、なんで僕がキクさんとエッチする前提なんですか。だからもう、それぐらい性に関して興味あるキクさんでも、岩川さんでやるぐらい雑誌か。あと、飛び降りる飛び降りる言ってますけど、ここ2階です。はい。骨折れるだけです。しないしないのに、ちょっと踏切に飛び込んじゃうんです、ここが。ちょっと見てみたいな。岩川さんのせいで。うん。大人がバラバラになるとこ見てみたい。おめえ頭バカか、おめえ。ただただ怖い。おめえバリバリとしようか、おめえ。やっぱ迷惑病じゃないよ。そんな思想持ってたんですか。ああ、じゃあもうなんか彼女のこととか教えてみてんだ。この子がバラバラになったら気持ちいいだろうな。思うか。その声のうるせえっても、ガガガガガガいうのに。終わったら怒られるの。うん、やりますもん。ちょっと声がうるせえとかね、うん、早く抜けとか、あれやちょこ、あれじゃ声うるせえよ。なんか今ストレスかな。ねえ、なんか思い当たる節があったの。俺もじゃーんみたいな。俺も声でかいよみたいな。なんでローマの政治上聞いてるんだろう。それに今ストレスがないから。もう嫌だよ、お父さん。本当にうるさいよ、まーちゃん。なるほど。ちょっと一瞬本気でどんな感じのこと、本気の本人気の。いいですか。はい。こんな感じ。そんなうるさくないですよ。そう、これ多分だったのね。うん、そうそう、こんな感じですよ。すごいウケてるけど。ふっとけよ。ふっとけじゃないよ。じゃあ、ちょっとキクさんが真似してやってみよう。ないですか。ちょっとばあさんが頭抱えてる。ちょっと僕もいいね。そこそこ
そこそこ面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。